りました。ここです。ずいぶんと奥に隠れてたな。さすがに複数の魔法少女に狙われたら逃げたくもなるわよ。さっきは小物一匹だから気が大きくなってたんじゃない？小物…とりあえずその分のハンデはつけたつもりよ。桃子と二人で頑張りなさい。強くなった実力とやらをせいぜい発揮してね。いちいちムカつく言い方だな。こっちはあんたの都合で提案を飲んでるってのにさ。別に合わせなくても結構よ。それならそれで私と戦って勝てばいい話だけど。あの桃子さん、気にしないでください。私の実力が足りてなかったのは本当ですから。それにこの結界の中に久兵衛もいるかもしれない。だから頑張ります。私見物だわ。
じて大丈夫なのか。ちょいと。最深部の入り口。ああ、この先は魔女のプライベート空間だな。半信半あら。
このキューベイは現れてくれないから。え？小さいキューベイ、今までありえなかったイレギュラー。気がついたら神浜市からいつものキューベイは消えていて、この子しか存在しない。どう考えても危険な因子にしか思えないのよ。あ、桃子さん！しまった！遅い。ようやく消せるわ。やめてまだ心臓がドキドキしてます。ここまで耐えたのは褒めてあげるわ。だけどここまでよ。そいつを話しなさい。あなたまで串刺しになるわよ。嫌です。絶対に話しません。何？意識が。イロハちゃん！はぁ、だから言ったでしょ。あなたの自己責任よ。
ウイを元気にしてあげて。そのためなら私何でもするから。玉木イロハ、それが君の願いなんだね。私がぶっ飛ばしてやる。よし、やるしかないか。エナジー満タン、いつでもオッケー。キャッセバボン。ふん、決めた。やるしかないか。私が守るって決めたんだもん。まだ。たんじゃないの？今度はウイを探さないといけませんから。きっとこの神浜市のどこかに手がかりがある気がするんです。ウイが消えちゃった理由も、あの子が今どこにいるのかも。ウイのことを思い出させてくれたこの小さいキューベイがいる町だから。その記憶が実は嘘で、
何か理由があって植え付けられた。そんなことも考えられると思うんだけど。それでも私、この記憶を信じます。ウイのことを考えるだけで愛おしく感じるから。鮮明になった思い出があの子がいたって実感を与えてくれるから。そして何より、今の私は、玉木ウイって妹がいる、玉木イロハだって思えるから。玉木ウイがいる、玉木イロハ。その記憶を信じて妹ちゃんを探すんだね。この神浜市で。はい。ん、そっか、わかった。私は大歓迎だよ。新しい仲間が増えるからね。私もお客様が増えるし、無理に止められないわ。お前なぁ。ま、それじゃあ次に来るまでちびすけは私が預かるよ。どうもこの町からは出たがらないみたいだからさ。はい、ありがとうございます。それじゃあイロハちゃん。はい。この子に名前をつけてあげてくれる？名前？ずっと小さいキューベイなんてかわいそうじゃない？だから何かわかりやすい新しい名前をって思って。でも私がいいんですか？ええ、イロハちゃんにとってきっと大事な存在だと思うから。それじゃあキューベちゃん。あら、本当にそれでいいの？それじゃあ